棟梁さんです。すごい人見知りなんです。母子家庭なので。これは運命だな。母親がな、出張で東京離れる間だけ。ぼやぼやするとな、こうやってもらう。半端なことすんじゃねえぞ。私嫌だから。何やってんすか。あの頃のお前にそっくり。太陽を感じる。太陽を感じる。打ち立ててやりたいんだ。それ以上ズケズケうちに入ってこないでください。いいんじゃないって。川沿いのお前ら何にも分かってねえよ。そりゃ俺もカンナもあんたの実の子じゃないよ。家族をめちゃくちゃにしてんのあんたじゃないか。僕のこと嫌いになっちゃったの。4月なら父親がいるんだよ。返すしかねえじゃねえか。お前の母ちゃん守るのお前しかいねえだろ。いつものように。約束だよ。